間に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣いでたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり、木は炭となる。ここぞとばかり重則は試練一戦なねぎりで、最後の獣が発るほど雨雲を去りて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後重則隠れすぎて出で会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時、刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。西へのこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす。代理氏経公を召されり、氏経神の籠瀬し弓を持つ東大一の弓取りなり。再び悪鬼こしたれば、弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、氏経放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末後の息を氏経公に吐きつける。ほどなく氏経随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。氏経公ついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども帝を哀れにおぼし召す。氏経対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を討ちしかの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。桃とせと磯島前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓物の負の亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって族は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。族の打ちかかりて来たるに、御作恐れて手が震え、足なんと思う時、族の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる族は後ずさり、よるめきなどすれば御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を哀れみし、物の負の亡霊の月仕事刃を振れば手早なり、あらゆる族を切り捨てる。その後は族を見る者なし。後の年
御作死して裏の家々鎧をば秘蔵して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするを弔うと。とせの昔か、長尾忠頼公音に聞こゆる弓取りなり、さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど敵ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、あざも裏の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊ども押し寄するに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、忠頼公往生のほど八幡の鎧も消えうせけり、人の曰く忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の訪ね来るを待つ。越し方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞、いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公民、これを慕えども公は志村の勢いを妬めり、事業を取り戻さんとて公は志村に謀反して、あまたの武者が相発る。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒さるる。なれど堺の助くれば志村乱を鎮め、時より公を滅ぼせり。松子の息で時より公苔の下よりよみがえり、志村を討たんと期す。いまだ元槍川の社には時より公への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死、時より公の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。昔小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまであまたの浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。阿修羅はこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎どなり。
ある年に穂村天から上洛の山の峰ぞ落ちけるに、由々しき者の父上洛の崖を登りて穂村包みし岩尾を見いずる。刃で穂村振らるれば、穂村は鋼包めども、己神はこともなし。暗示いだしたるその技を穂村の剣と名付けたり、岩尾のかけらを切り出して渡りたるは唐の国、これいずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、旅を続けていくとせか、またも穂村の落ちぬれば、もののふう民に恐るるなかれと解き聞かす。穂村の剣は天よりの授かり物と信ずれば、もののふこれを隠さず望む者に伝えり、師から弟子へと伝えられ、ただ猛虎のみ技を継ぎ、対馬の民をなで斬りに。されど噂の聞こゆるは上岳山の頂で、穂村は待てり勇者来たらん。